RAR が今お手入れの真っ最中ですが、これがあの革新パーツ、リアドロースティフナーです。前回の動画で紹介したように、この車大したやつです。やれることを全部注ぎ込んで数値で攻めた車、まあそこにこいつが現れたわけです。数値も大事ですけれども、やはり躍動感とか感動ですよね。乗った時にすごいって思わせる、車作り、これこそ STI の信条でして、昨年からこの動画をご覧になっている方はご存知のように、 FF インプレッサー STI スポーツをずっと提案してきました。とうとう STI も重い腰を上げて FF インプレッサー STI スポーツを開発しました。おめでとうございます。多分、開発は成功したと思います。でこれぜひ FF を買ってください。 FF を買わないと意味がないです。なぜか、この車のフロントダンパーは昭和の周波数感応型というですね、新しいダンパーになっています。それに対してリアもチューニングを受けているわけですけれども、実は FF の方が重量バランスに優れているところがあるんですね。スバルの FF というのは実はすごく歴史があります。四輪駆動で育ってはきたんですけれども、今の地位は四輪駆動で、気づいたってことは確かにあるんですが、 FF も世界初の量産型 FF を作った会社です。この車もすごいですよね。これも STI がやられなかったのは惜しいんですけれども、まだその頃には STI にはそういう力がなかった。ここあたりはすごいですよね。特にこの S402 の、2.5 リットルのエンジン、積んだ主力の車です。それから辰巳さんが一番力を注いだ、まあ難しいジャジャ馬のシャシーですよ、これは。そのジャジャ馬のシャシーをですね、見事に、抑え込んだ。この技術が RAR 以降に生きてきたわけですよね。RAR の間は辰巳さん残念ながら抜けてましたので、これからレヴォーグでまたあの味、この味がですね、復活すると思います。まあ、そういう中でですね、このダンパーははっきりと昭和っていったところにはポイントがあると思うんですね。以前 XV のハイブリッドに、TS というのを作った時にあの足がすごく良かったんですが、あれは前社長の平川さんの肝入りのですね、一度 STI でも電動車をやるという、まあ、執念のもとでですね、昭和の特別性なダンパーが入っていて、なかなか良かったです。で、全体に軽い車を STI がどう磨き抜くかというところに今度の開発のポイントがあったと思うんですけれども、昨年、平岡社長と高津 PGM にですね、高津部長ですね、今度の車の PGM じゃないかな、うちで作った FF インプレッサー STI スポーツに乗ってもらったんですけれども、何やったんですかって最初、また変なダンパーでも作ったんじゃないですかって言われたんですが、いや、御社の車をうちでただ1回ラインの中で組んできた車をちゃんと組み直して、御社のシャシーパーツを組んだだけ、それとあとマフラー入れたへーという話になって、今回この車にももうマフラーつけてシャシーパーツつけたらさらにすごくなるんじゃないかなと思うんですけども、でそこまで FF を押す理由はここにあります。あそこにあるスバル1000もすごいんですけれども、確かにスバル1000もすごいんですが、こいつに比べたらもうそりゃあですね、全然もう足元にも及ばない、当時の技術で他社をですねはるかに凌駕してました。まああまりもう残ってないんで、これから持つことは無理なので、
ここへ来てですね、ぜひマリオのように拝んでほしいんですけれども、この子はですねすごいです。当時のおそらくエンジニアがですねスバルに来てこの車に乗って、ね、入社してきた、新米の我々の先輩にあたるエンジニアですよね。この車に乗ってスバルすごいなと、だからこの会社でもっと働こうと思ったに違いないんですよ。これはそれぐらいすごい車です。でこれを乗って感動した人たちがこれを作っているということですよね。これを作っています。そういうちゃんと成り立ちがあるので、やっぱり一回ですね本気で FF をもう一回見直してほしいっていうのが、僕の思いで、それはインプレッサーは本来 FF であるべきだ、 WRX がスーパースポーツであるべきだ、切り分けた方がいいですよね。そうするとより分かりやすいです。何もスバルが作った FF のいいところをですねホンダやトヨタに取れることはないと思うんですよね。まあ日産はもう関係ないですよね。ここ対象トヨタとホンダに、ね、スバルのいいところを取られることはない。本当はこのタイヤを履かせたいところですけれども、この横浜のタイヤだけはこいつはですね、なんでこのタイヤを当時選んだのと聞いたらですね、横浜タイヤの、開発の人もなんででしょうというぐらい、いいタイヤです。このいわゆるですねアドバンスポーツというタイヤだけは、ニュルブグルクリンクで、開発したタイヤで、かなり要求性能が高いんでしょうね、スバルの。それで、各社の、まあ、コンペの中でこのタイヤが選ばれたと思うんですけれども、まあ、付け替えるときはちょっと高いですけれども、まあ、この SGP の、FF インプレッサ STS コースにはこれが、で付け替えるときにエレコンチをつけるというのもまた一つの面白さかなと思っています。でこれにはセラミックホワイト、こちらの色ですね、こちらの色も用意します。本当のことを言うとS シリーズだけに用意して欲しい色なんですよね。けれども、その色を海外にしか出さないっていうのが日本の国内営業本部の方針だったんですね。日本向けには卵色で十分だと。そういう発想だったんですけれども、SCI の責任でこの車にはピアホワイトが乗り継ぐと言ってきたわけですから、SCI に国内に組み立てる権利がありますので、この車には、まあ、WR ブルーかセラミックホワイトしかないと思います。その代わり、ね、スバルは絶対にですねこのセラミックホワイトを他の車に塗っちゃダメで、SPI の商品のこの他の選択肢の象徴として大事に育ててほしいと思います。すぐに、他に展開していくんですけども、そういうことをやってるとブランドが育たない、ね、本当に STA のブランドというものを育てる気があるんなら、そういう色の使い方をすぐにカタログ社に展開したりですね、うまくいったしめしめって言って STA の努力をですね、踏みじりじるような真似はしてほしくないなと思います。これがモーターショーで見せてもらった新しいシートですよって言われてからもう1年ぐらい経つのかな。ようやく製品化されて、この切り替えとかですね、このジャージの使い方を見るとなかなかいいと思いますよ。これ僕はボルドーよりもこっちの方が好きです。で、贅沢にですねモーターが入ってるんですよね。この分まあこれがコンプリートなら、ね、これがコンプリートなら軽いものを求めるんですが、これカタログ車でたくさん売らないといけない。そうすると商品の競争力が必要ですので、 FF が250万以下でここまでのものが買える、こんな割安なものないです。で、こういうインナートリムも上質なものになってます。これ246万円ぐらいでしたっけ、9万円でしたっけ、ちょっと曖昧で申し訳ないんですが、でここがですねSTI 独特のその芋のブラック、この芋のブラックっていうのを、上手にこれも STI の印としてですね使いこなしてほしいんですけれども、 STI 上質なセンスで作り上げたやつをこれまた最後のですねよく
S リミテッドとかね、ああいう安い車にすぐやるんですよね。あれはね、ゆとりの仕事だと僕は思うんですけどね。自分たちで考えていいものを作って、SGI っていうブランドを大事にしてる。そして、今度のこの車には黒で用紙をまとめていくっていう仕草があって、こういう黒の使い方、これはシャークミアンテナ黒になってますね。それからこのラッサーブラックのオーナメント、これもラスターブラック、お金がかかるそうなんですね。ですけどあえてここもラスターブラックになってる。で、デザインは変わらなかったんですが、前の年間で今度は X ブームになったんですけども、ここが、ちょっとスモークになっただけでですね、これだけ、イメージが変わります。まあ、くれぐれも次からですね、もっと手の込んだテールランプにしてほしいと思うんですけれども、これだけでもだいぶ最初の頃と比べるとイメージが変わったと思います。さあ、この FF インプレッサー STI スポーツ、お客様感謝デー明日からです。そのお客様感謝デーに合わせて、なんとか間に合いました。ぜひ、現物ご覧になってください。いろんなところがですね、良くなっています。面白い車です。カタログも届きました。ぜひ、お近くのスバルディーラーにこのかわいいやつを、ご覧になっていただくよう、お願いします。終わります。